どうも、こんにちは。こんにちは、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、えっ、ー、と、今日はなんとなく私が司会だということに、先ほど決まりましたので、お願いします。えっと、司会進行を務めさせていただきます。あの、中島です。そして、えっ、ー、と、今日はですね、あの、私の同僚が伊藤麻さんで、そして、あの、この度ですね、今回は、この、リタとは何かという本についてですね、斉藤さんと、斉藤さんも同じですね、 先ほどお伺いした30万部売れてるということでこちらの本ですね両方集英写真書なんですけれども、えー、この2つの本の接点をですねえー、と今日は探っていくことができたらなというふうにまあ思っていますで最初にですねあの私と同僚である伊藤浅さんに、まあ、私たちがやっているプロジェクトですね東京工業大学というところで2、まあ、人が勤務しているんですけれどもそこに未来の人類研究センターというセンターを えー、一年数ヶ月前に、あの、設置をしました。そこで、あの、リタというテーマをプロジェクトにして、えっ、ー、と、私たちは研究しているんですけれども、そのあたりから少し伊藤さん、あの、お話をいただけますでしょうか。 はい、どうもありがとうございます。伊藤と申します。えっ、ー、と、まあ、今日このイベントのテーマである、このリ、リリタとは何かっていう本は、あの、まさにその東京工業大学に1年前にできた、えっ、ー、と未、未来の人類研究センターの、あの、メンバーたちの教授なんですね。で、私が一応センター長を接世っていて、で、センターでやってるリ,リタープロジェクトのリーダーがな中島さん。それから、えっ、ー、と、他のメンバーとしても赤松英介さん、えー、それから磯崎健一郎さん、それから 国分孝一郎さんっていう全5名で、えー、っと、去年1年間は回っていて、まあ、今年さらに3名増えたんですけれども、まあ、その最初の1年間の研究の成果っていう形で、えー、こういう本を書かせていただきました。なんで、この本は本当、強調っていう感じで、 あの、一年間こう、あの、ずっと研究会をかなりの頻度でやってたので、お互いの脳がかなり溶け合ってる感じというか、あの、本当にだ誰がこれ言ったんだっけみたいなことがいっぱいあって、あの、私が一応変じゃって感じになってるんですけれども、本当にこう、みんなで全部書いたような、なんかそんな感触の本です。で、えっ、ー、と、なんでリティタっていうことを我々があの、テーマとして扱ってるかっていうことなんですが、 えー、まあ、あの、一つその日本社会っていう中での文脈としては、やっぱりすごくこう分断が進んでいるというか、自己責任論みたいな考え方が強くなっていて、まあ、これは絶対何とかしなきゃいけないよねっていう、まあ、そういう問題意識があって。 で、それでリターってことに注目しました。で、さらに、まあ、あの、東京工業大学と大学の中だっていうことを考えますと、やっぱりこれからのテクテクテクノロジーどうしていくんだってことは、あの、大きなテーマになってきます。で、あの、斉藤さんが論じら,らっしゃるような、本当にこの地球の問題、地球のかん環境破壊の問題とか温暖化の問題って、やっぱりそのテクテクノロジーがそれを進めてきた部分ってとっても大きいわけですよね。 で、まあ、すごく近代的な価値観で、もっと大きくとか、もっとは早くとか、えー、もっと高くとか、なんかすごくそういうシンプルな、その成長、主義的な考え方で、ずっとテクノロジーは進んできてるんですけれども、まあ、それじゃあもうやばいよねっていうことはすごく、あの、思ってるんですが、やっぱり、あの、まあ、学問ってすごく、あの、細分化してるので、えー、本当にその外部化していくというか、自分たちのところだけ、 なんかそのいいことやってる感じっていうのはあったとしても全体としてどうなのっていう視点が本当にないんですよね。で、まあそういうことを考えるときにもやっぱりリターは重要なんじゃないか。あの、やっぱり研究者みんなあの人間のためとか幸福のためっていうふうにものすごくリタ的なあの動機で研究をしてるんですが、 それ、本当に、あの、本当の意味でリーターになってるのかっていうところを誰も突き詰めてない怖さっていうのがあって、我々はそこをちゃんと考えたい。本当にリ,リタータってそんなに簡単なことなんだろうか。えー、こう、一見その善意からやってることが、あの、人をコントロールすることになってたりとか、すごくせ狭い幸福とか、狭い人間間に結局こう人間を押し込めるようなことになってるんじゃないかとか、 えーまあ、そういうことからちょっと考えようと思ってて、いけなかリ,リタ研究してますっていうとリ、リタ主義を推進してる、あの、そういう組織だっていうふうに誤解されることがあるんですけど、なんかそんなことはなくて、あの、まあ、いいところも良くないところも、あの、クールに見ていきたいなっていうふうに思っています。はい、私から一旦以上です。 はい、ありがとうございます。今、あの、伊藤さんがお話しくださったように、まあ本当にね、私たち一年数ヶ月ずっと研究をしてきて、まあ誰がどれ言ったのかがよくわかんなくなってきてるんですけども、なんとなくこう私たちの、まあ総合的な合意ができているところっていうのが一つかの原理があって、その一つがですね、利他のこう敵っていうのは他者をコントロールしたり制御しようとしたりすることにあるんじゃないのか。 え、むしろそれよりも、こう、他者のですね、あるいはそれはあの人間だけではなくて動物でも自然でもいいんですけれども、その潜在的なポテンシャルをどういうふうに引き出すのかっていうことが、リタにつながるんではないのか。まあ、そんなことも議論してきたりしました。え、いろんなことをですね、このリタとは何かで書いているんですけれども、斉藤さん、あの、お読みいただいたかと思うんですけれども、えっ、ー、と、どのように斉藤さんの議論と私たちの議論、接点があるというふうに読んでくださいましたでしょうか。 はいいありがとうございます今回この本読ませていただいてもう超豪華メンバーでですねあの非常に刺激的な議論でけど <laughs> あの実は私が最近リターについてあの考えるようになったのはあの確か去年の3月かなんかに大きなイベントやられた時に小林武さんが出られてたと思うんですけどあの小林武さんが割とそのリターのこう 概念を重視されていてで、まあ、リターのホームページをやったり、なんかリターフェスみたいなのをやろうとされていたりとかして、で、まあ一回お話しさせていただいたときに、あの、斎藤さん、リターについてどう思うみたいに聞かれて、で、僕はあんまりうまく答えられないかったんですね。で、これはあの、実は僕のやっぱり学問的なアプローチに、あの、起因している問題なんだなっていうふうに気がついたんですけれど、マルクス主義って、 あ,のあんまりそういう話って扱わないんですよね。うんうん、でなんでかっていうとそれはあのやっぱり人間がどうこうっていう話をあんまりしないジャンルで、うん、えというのも環境が意識を規定するんだみたいなあのいわゆるドイツイデオロギーのこう意識が環境を規定するんじゃなくて環境が意識を規定するんだっていう話が、うん、あ,のあるんですけれど。 そうすると、やっぱりこう、人間がどういうものなのかとか、その人間は、例えば、性善説なのか、性悪説なのかとか、人間は自己中心的なのか、利己的なのか、利他的なのかとかっていう問いは、まあ、そもそも結構、その環境によって規定されるんだから、あんまりその人間がみたいな問いとか、その、考えてもしょうがないよねみたいな感じになって、どっちかっていうと、そのなんか大きな枠組み、その環境が今、資本主義だとどうなってるかみたいな、 話を割とこう。突き詰めていくスタンスになってるんですよね。で、だからあんまりその例えば人申請の資本論なんか。でもその私たちがこう。どういう人間なのかみたいな話とかってしてなくてで結構その人々の感想とかまあ、議論してたりすると、その斎藤はこう。<laughs> 人間たるものを分かってないみたいな話、結構その保守系の人たちと話すとされるんですよね。人間っていうのはもっとこう、ドロドロしてるし、うん、その、そのサイトを考えてるみたいな、なんか顧問みたいなものをみんなで管理しようみたいな、そんな甘っちょろい人間観なんてないんだみたいな。で、僕はただそもそも人間観がないので、あんまりそういうことすら考えてないだけなんですけど、あの、ただやっぱりそこは結構気になる方が、 多いいみたいなんですよね斎藤、うん、の言ってることはそれは最も顧問みたいな制度を作っていくのすごい大事だしその資本主義的な競争とかやりすぎたら環境も破壊されるからよくないんだけどでも人間ってそういう顧問とかできなくねみたいなそういう協力とかそのみんなで地球を守るまあ今日ちょっと僕もそれ実際気にはなっているので聞いてみたいんですけど、まあ、そやっぱ気候変動みたいな環境問題をみんなで考えようよみたいに言ったってそんなん。 知るかよみたいな人だって実際多いわけですよね、うん、だからまあそういう問題を確かに考えていくと今回あのやっぱりこういう問題も確かにもう少し考えなきゃいけないなで、それは多分ちょっとマルクスだけじゃなくてもう少しいろいろなアプローチも入れながら考えなきゃいけないななんていうふうにちょうどこの,その小林さんと話してからまあ半年ぐらいずっといろいろ考えていたので今回この本を読ませていただいて。 やっぱりの非常に特に最初のこの伊藤さんのところの整理とかいろいろ勉強にもなったしあの興味深かったんですけどでその時に一つ多分キーワードにこの本になってるのは器っていう話だと思うんですよねで、うん、あのまああんまり私が説明してもらえないまあ要するにリタッツの器なんだみたいな話があって、うん、でそういう,こう不確実性とかをこう受け入れるような、うん、あの ものななんだっていうようよ話があったと思うんですけれどあの僕がそれを読んだ時にあそうかとなんかリタっていうのはどっちかっていうと普通のイメージだと最近だと例えばコロナでみんな大変だからクラウドファンディングしてこう募金しようとか、まあ、そういうような話だと思ってたんですけどそうするとどっちかっていうとこうなんか自分でこうあもっとみんなのことを考えて、えー、こうやってあ行動しようみたいな。 話と思っていたらいやなんかもっとその違いとかこう自分が予期せぬものとかをこう受け入れる姿勢みたいなものとしての器が、うん、えなんかリタにすごい関係してるんじゃないかっていうお話をされてたと思うんですけど、うん、あのそれ結構意外だったっていうかまあちょっとバナー自分の中でもよく分かってないのでちょっと今日是非これを機会に聞いてみたいなと思ってたんですけど、うん、そうするとかすごいリタっていうのがなんか受動的なものに、うん、あのー ななるのかなってていう気がして、まあ、要するにそういうなんか許容するようなこう器って多分そういうイメージだと思うんですけどあのそういう自動的なものとしての利他っていうのがあの、まあ、まずちょっとどんなものなのかもう少し教えていただきたいっていうのがあるんですけどで、まあ、その上でなんかただ僕は僕は関心があるのはでもやっぱりそう社会変革とか環境のためにこう環境革命とか,なんかそういう話なんでどっちかっていうとこうみんなで。 環境ととか人類のことを考えてこう理他的にねそれでアクションを起こしていこうぜみたいな能動的なのが好きなんですよ、うん、個人的な好みの話なんですけど、うん、その時になんか器ってあれちゃうと「うん、よし来いなんか気候変動来い」みたいな。 分 <laughs> かんないけど <laughs> こうな難民も来いみたいなあ受け入れたる <laughs> 難民も受け入れたるみたいな,なんかそういう,こう話なのかななんていうふうにちょっと受動的でいいのかななんていう迷いもあったりして全然なんかちょっと最後取り留めない話になっちゃったんですけど、うん、そのあたりちょっとまず最初に教えていただけたいかななんていうふうに思ってありがとうございます。どっかでねね藤さんが私、ね、結構あの感動した言葉に 地球を惑星レベルでケアしないといけないってどっかでおっしゃってたんですよね。あれはね、僕は非常に重要で、私たちの観点と非常に近いところがあるんじゃないかと思うんですね。でね、あの、一つだけ僕がお話したいと思ったのは、やはり、リタとリコっていうもののパラドックスっていうのが、やはりまずあると思うんですね。つまり、あのなんかこう、リタ的な人って、見てたらすごいリコ的に見えちゃったりするんですよね。 なんかいいことしてるだろうみたいなのとか、褒められたいから何かを、こう、利他的なことをするとかですね。場合によっては社会、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、企業が社会的ないろんな活動をするとかっていうのも、結局のところは、それを通じて自社のこう、イメージアップをしたいんだろうとかね。えー、そういうふうに私たちはどっかでこう、 利他的だって思う人のことを利己的だなっていうふうに見てるわけですよね。というところがあって、実はこれあのすごいメビウスの輪のように繋がってるものなんだと思うんです。一見利他的に見えるものっていうのは実はすごく利己的な、それぞれのエゴイズムによって動いていたりするとで。このメビウスの輪っていうのをどういうふうに考えるのかっていったときに、 医師とかですね、人間のこう主角みたいな問題が問題になってくるんだと思うんですね。利他的なことをやろうとする利己的なこと、関心、動機づけ。で、これをどういうふうに超えるのかっていうのが、まあ、あの、議論でよく出てきたりすることなんですけれども、伊藤さん、この辺を含めてですね、利他の問題、先ほど斉藤さんからあのご提起いただいた問題、どういうふうにお考えになりましたかあ、はい、ありがとうございます。そうですね、なんか、 確かに能動的なディッターは、いわゆる善行ってものは人をま制御することになっちゃうので、それはまず違うよねって話はしてるんですが、一方で器って言った時に,に想定してる何か、えー、スペースを作るっていうことは、あのー、 なんていうか、あのー、シンプルな受,受動ではないんじゃないかっていうふうには思ってるんですよね。えっと、やっぱ受け入れることとか受け止めることってすごい能動的なことで、 あの、まあ私、私いろんな障害を持った方と関わることが多いんですけれども、やっぱり人の介助を受け入れるってすごい能動性とす、すごい創造性と、すごい柔軟性が必要なことなんですよね。だからなんか、ぼーっとしてたら受け入れられないので、すごい人を観察して、その接触面でものすごいこう、 あの、交渉し,してるわけですよね。こういう感じだったら私はその解除を受け入れられる。そっちは嫌だ。こうしてくれみたいな。その本当に人と人の接触面で、あの、その場でつ作られるこう倫理みたいなこと。なんかそういうことがすごく受け入れる上では重要で、すごくア,アクティブなこう、どう性なのかな、うん、こう受け入れるっていうことなんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。 で、あの、ちょっとこ,れこのアンケートの話はあちこちでしてるので、ま、またかよって思われるかもしれませんが、あの、実は最近そのセンターで、その、受け入れることについてのアンケートをしていて、そうすると、やっぱそれがどんどん難しくなってるっていう感じがするんですね。えっと、いっぱいアンケート項目を作って、あの、結果取ったんですけど、そのアンケートの中に、 えっと、あなたはこれまで人から優しくしてもらったことや好きな人から好きだって言われたことを素直に嬉しいと思えなかったことはありますかっていう問いに対して、全体よ約4割の人があのそう思ったことがあるっていうふうに言うんですね。で、えー、っと、理由を聞いてみると、これ男性なんですけれども、 えっと、男性の特に若い人は、あの、自分は人からそんなことしてもらうに値しないとか、そんな資格ない。まあ、自己肯定感が低いから、人に何かしてもらえるにうに、なんかそんな存在じゃない。よって受け取れないって感じなんですね。で、えっ、ー、と、女性の場合には、 あの、人に何かをやってもらうと、それに対して、こう、10日のお返しをしなきゃいけない。まあ、そういうプレッシャー、今、すごい強いと思うんですけれども、あの、返せない気がするから、受け取りたくないっていう感じで、なんか、すごい受け取ることの困難みたいなのが、今、こう、蔓延してるのかなっていう気がするんですね。 で、そう考えると、なんか我々がいたっていうことを、こう、与える側じゃなくて、受け取る側から考えたいって言ったときに、もしかしたら結構、与える人は多いのかもしれない。いろいろ、こう、クラウドファンディングやったりとか、あの、能動的な何かしてる人はそれなりにいるのかもしれないけど、実は見えないとこで、それがちゃんと受け取られてないんじゃないか。 まあク、クラウドファンディングもなんかお,お,お返しとかね、ついてくるので、あれが本当のリ,リ,リタなのかわからないんですけど、なんかしたら返さなきゃみたいなことが強かったり、自己肯定感がひ低いがゆえに、受け取られない、よって,よってなんかリ,リタがこう成立しにくい。なんかそんなことになってるのかなっていうふうに、今我々はあの考えているんですね。 ありがとうございます。この受け手問題っていう問題なんですね。あの、例えば、まあ、リタの問題を考えるとき、もう一つ非常にこう、論じられてきた、むしろリタっていうテーマよりも論じられてきた問題に、贈与という非常に近いですね、隣接した問題があるんですけれども、この、まあ、贈与っていう問題を考える際に真っ先に出てくるのが、マルセル・モースという人の贈与論っていう本で、 で、このマルセル・モースの贈与論は、あの贈与っていうのを起動させるためには3つの義務があると。それは与える義務と受け取る義務と返す義務だ。っていう、この3つの義務を言ってるんですね。で、これまで多く論じられてきたのは返す義務っていう問題だったんですね。で、これがあの不債感っていうものになそれによってこう贈与っていうものが回転していくと。まあそういう議論が多くなされてきたんですけれども、 私たちはこの受け取るっていうことが案外重要な造与あるいは利他っていうものの軌道に、まあ、あの重要な役割を果たしてるんじゃないのかなっていうことですね。で、受け取った時に初めて利他っていうのが成立する。例えばあの、なんでしょうね。私たちはあの教員なので僕も何年ぐらいやってるんですかね。十数年やってるんですけれどもそうするとなんか10年ぐらい経った時に自分の見てた卒業生から あの時先生にこう言ってもらえたことが今の何かにつながってますとかってたまに言われるんですよね。けどもね、僕その自覚ないんですよ。え、俺そんなこと言ったっけみたいな感じなんですよね。けれども、いや、先生があの時こう言ってくれたからこういうことになったんですとかって言われると、え、俺そんなこと言ったっけなみたいな。つまりこの関係って僕が何か利他的なことをしたんじゃなくて、受け手がその受け取り方によって僕を利他っていう主体にしてくれている。 っていう、そういう関係性があるんだと思うんですね。で、この受け取ることっていうのが案外実は重要で、でモースもそこに注目し、そして、おそらくモースのこの増用論の非常に重要なところは斉藤さんの議論とつながると思うんですけれども、いわゆる共同組合っていうものが資本主義を超える重要な可能性であるっていう結論になるわけですね。しかも100年前のスペイン風邪の中でおそらくこれを考え、 1920年代の半ばにです、ね、この贈与論が出されているんですけれども、この伊藤さんが今、提起してくださったこの受け手っていう問題を、斎藤さんの文脈ではどういうふうにこう読み取ることってできますかやっぱり資本主義って、投下交換の世界なんです,ね、うん、んですよね。だから負債を本当は作ってはいけない。うん、と言いながら、まあ、現実にはその負債っていうもので他人をこう支配したりとか。 その南米とかアフリカとかをこう徹底的に集奪したりするので負債っていうのは非常にこう重要なあの統治の道具になっていくんですけれどもまあ原理としては商品は必ずその額面通りに交換されなくてはいけないでだからまあ1回のやり取りをした後お互いには何も残らずチャラでさよならできるっていうことなわけですよね。 確かにそれでまあ別の資本主義じゃない社会においてはこの今中島さんがおっしゃった負債とか贈与っていうものが常に重要な役割を果たしていてでそれは絶えず多すぎたり少なすぎたり与えるでそこにそこに相手と負債を残すことによってそれがまたじゃあもっと返さなきゃいけないんだとかむしろ相手に今度は返してもらわなきゃいけないっていう関係を作ることで まあそのの社会の絆っててていいいううもののを維持すするるためのまあ手段になっているっていうことですよね、うん、で僕なんかそれを感じたのがこの中島さんの,この本の話の中にインドのお話が出てきて、はい、であの荷物を持っていたらこうすごい親切な人が手伝ってくれた時に、うん、あの中島さんがその非常に強い「ありがとう」っていう意味の言葉を言うとむしろこう。 そんな大したことしてないそんなこと言うわざわざ言うんじゃないみたいな形でこう不機嫌になられたっていうような話があったと思うんですけど,ど、うん、日本人っってて確かにすすごいありがとうっていうと思ううう思んですよね、うん、だから本当にそのなんかこう貸しとか借りを作りたくないのつ、うん、なんとかこうそういう関係性を等価交換の次元に。うんえー 抑えておきたいあんまりこうそういう負債を背負いたくない負債イコール負い目みたいな、そういう世界になっていっちゃうと。だかなんか、それがやっぱり非常に多分、日本っていう社会を生きにくくしている気がしていて、でまあ多分、それは中島さん、インドとかにいらっしゃったから分かる、うん、もっと多分、実感として分かると思うんですけど、やっぱり本当であれば社会っていうのは、 みんな何らかの形で他人にまあ迷惑もかけているし、他人から支えてもらったりもしているしっていう形で、まあそういうこう、贈与の集合体みたいなもんになる、な、もそもそもそういうもんだし、もっとそれをだから認めて、そういうのに合わせてなんか社会を本当は設計していった方が、多分、社会がもっと生きやすくなるんじゃないかなっていう気がしていて、うん、それを多分しに、僕はだからしにくくするものが、この生き過ぎた、 資本主義のこののこ交換の理論、うん、でそれがもう今市場以外のところにも広がっていって、まあ、要するに私たちの,この価値観っていうものが徹底的にそういうマーケット的な原理によってまあ侵食されていくとやっぱりその市場以外の領域においても別に自分たちがそういうとお金とか商品をやり取りしていない例えば子育てとかボランティアとかそういうところでもなんとなくそういう議論が出てきてそういう態度が出てきてしまったりして。うん っていうのがなんかその伊藤さんたちが批判されているシンガーとかそういう何でも数値化してこれをやったらこういうふうな形になるんじゃないかとか何かそれは本当に今の社会に象徴的だなっていう気がするんですねただ一方でまあこれも今日ぜひ聞いてみたかったシンガーたちの言うこともまあそれなりのなんか効率性とかっていう意味では合理性があるような気もしていて。 やっぱりもう、ね、伊藤さん的にはもうそういうシンガー的な利他感っていうのは、もう強く退けるべきっていう。<laughs> いういそこはちょっと僕のは迷いがあるんですよね、うんうんあの。分かりますよ、それは寄付の,のお金があ,あ,あったときに、それをどう使うかっていうのを考える上では、なんかその合理的な選択をするっていうのもあるし。 より大きな問題としては共感っていうことですよね。あのセンターの中でも共感っていうのをどう考えるかっていうのはすごい大きい問題で、あの、ま、シンガーたちはその共感によって行動することをしないために数字によって合理的に判断するっていうわけですよね。で、あの、 なんでしょうリ,リタと共感っていうのを考えたときに、やっぱりその共感されないと人にサポートし,しても,もらえない社会ってものすごく苦しいので、あの、それは避けたいと。で、我々はなんか多分そこの答えまだ出てないと思うんですよね。共感じゃなくて、数字でもなくて、じゃあ何なのみたいな <laughs>、あの、ところがまだ多分答えがあんま出てなくて、 で、そう、だからそういって手がちゃんと見えてくると、なんかシンガーとの対比でもっと語れるようになるんだろうなとは思うんですけどね。うん、そうですね。さっきね、やはりあの、斎藤さんがおっしゃってくださった、この、あの、投下交換っていう問題ですね。その世界の外部にあるものっていうのが、私たちはなかなか見えにくくなっている、実際いっぱいあるのにっていう話は僕は非常に重要なところで、あの、さっきね、あの、私の書いたインドでの、 私は勝手にありがとうと言ったら切れられた事件という、勝手に言ってるんですけれども。<laughs> 僕はあのー えっとね、デリーで、あの、居候生活をしてたんですけれども、あの、そこで、どっかの地方に行ったんですよね。で、地方に行って、そこですごいたくさん、あの、資料が手に入ったんですよ。なので、あの、なんか、カバンに入れて持って帰ってきたんですけど、ニューデリーの駅に着くとめちゃくちゃ重かったんですよね。で、めっちゃ重くて、ものすごい階段を登らないといけなかったんですよ。うわ、登んのかと思ってですね、それで、いやっとか持ち上げようとしたら、さっ、 と、あの一緒に持ってくれた人がいたんですね。で、明らかにこの人は信用できるなっていう雰囲気だったので、まあ、一緒に持ってもらって、それで上まで上げてもらった時にものすごい助かったのでありがとう。って、まあ、ヒンディ語でダンデワードって言うんですけどでダンデワードって言ったんですね。で、もう一回で。その時はね。あの相手の人もちょっとにこやかにこんな感じでまあ、インド人ってこう。 別にあの、それに対して何かの返事しなくて、こう、こういう感じでなんか首かしげるんですけれども、いいよみたいな感じなんですけど、僕ね、それにもう一回ね、ちょっとね、しつこかったんだと思うんですけど、重ねて、バフってダンデワードって、バフってベリーなんですけども、とってもありがとう。 っていう言い方をしたんですね。そしたらね、このインド人の顔のなんかこう、雲行きが怪しくなって、なんかねな、何も言わなかったんですよ。プンっていう感じでどっか行っちゃったんですね。で、なんかそこに僕は重い荷物と残されたわけですよ。で、帰りにこう、家までの、まあ、居候してるところまでに、オートリクシャーに乗りながら、なんであの人、ありがとうって言ったら切れたんだろうって思った時に、斉藤さん言ってくれた通りなんです。あの、交換になっちゃったっていうことだと思うんですよね。 つまり、彼にとっては多分、ヒンドゥー教的なダルマっていう考え方があって、それは宇宙がみんなが有機的につながっているので、まあ、あなたはあなたのダルマを果たせってよく言われるんですが、与えられた役割っていうのをその場で果たすことっていうのが重要だと。それに見返りとかを求めない。それが全体で有機的につながっているっていう、まあ、そんな観念が言語化されないレベルで動いたんだと思いますが、僕がしつこくありがとうって言ったために、その行為に対して感謝を与える。これによって何か行為と、 ありがとうが交換になっちゃうんですね。でそうするとこれ別物になるっていうふうに多分彼は考えたんだろうなと思ったんです。つまりね、資本っていうのは、あるいはこの投下交換っていうのはね、関係を切っちゃうんですよね。で、逆に贈与っていうのは、モースが言っているように関係性が生まれてくることが重要なんですね。 与える。また誰かにあげる、あげる、あげる。それは、あげることが重要じゃなくて、あげて返して、あげて返してっていうものがぐる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 回すことによって、その関係や秩序が生まれてくることっていうのが重要であると。それがなくなっているから、資本主義しかない社会に私たちは見えるんじゃないのか。っていう、そういうあたりが、まあ、あの、非常に斎藤さんの議論と私たちは繋がってるんじゃないのかな。そして、お互いがですね、こう見つめているのが、顧問という領域ですよね。あるいは、相互扶助。 いうう問題だと思うんですけれどもそのあたりから斎藤さんご覧になられてこの顧問や相互扶助っていうものを重要視されているところからこの利他っていう観念はどういうふうに見えたりするのかって少しお話しいただけませんかまさに今のお話でそのまあこのはちょっとグレーバーの話しようと思うんでグレーバーが確かに不採論の中でイヌイットの話してたと思うんですけどはい、はい、イヌイットもなんかそういうこう誰かこう いいことをした時にヨーロッパ人かアメリカ人かなんかが「サンキュー」って言ったらそれにぶち切れたみたいな話で書いてあったと思うんですけどやっぱりそこもやっぱり「ありがとう」ってねまさに言ってしまうことであこいつはその俺と関係をもう持ちたくないっていうことなんだなっていう態度として取られてしまうむしろそれをこう歌詞として持っててくれた方がじゃあまた次会った時にみたいな発展していくっていうことですよね。で 今の資本主義の社会では、さっきも言ったように、そういう関係性を作ることが非常に難しくなっていて、できるだけ私たちはそういう貸し借りをチャラにして、それによって自由になれる、生きていけるっていうふうに思ってしまっている。で、それはまあ間違いだっていうのが、まあその文化人類学とかの一つの 知見なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどそれがやっぱりグレーバーにとってはコミュニズムの基盤でもあるっていう基盤的コミュニズムっていうグレーバーの議論がありますけれどグレーバーによれば要するにコミュニズムっていうのは各人がその能力に応じて与え各人はその,の必要に応じて受け取るでこれがコミュニズムの原理であると。 でそしてこれは仮にどれだけ資本主義が発達した今の社会においても残り続けているっていうことですよね。でそれは例えば子育ての時なんかが、うん、えそうだしあるいは友達が引っ越した時にもうちょっと手伝うよとかですねあるいは日常でなんかあれ取ってって言ってそれに対して、はい取ってあげたから10円とからそれ小学生とかよくやりますけど、うん、普通に真面目にはやらないわけですよね。うん、っていう意味で どれだけこう資本主義がまあ浸透した世の中においても私たちは必ずしも対価を求めないようなその能力と必要に応じたもののやり取りっていうのは実はやっていて、うん、でその領域は確かに昔に比べるとだいぶ狭まってしまってはいるんだけれども残り続けていると、うん、それ社会の基盤だから逆にその基盤があるんだから、うん まあグレーバーとしては、分まあ彼が言いたいことっていうのは、そこまで明確には言ってないんですけれど、だからもう一回、そういう社会っていうのを、この等価交換だけの社会に対抗して、もっと拡張して作っていけるんだみたいな話になっていけると思うんですね、うん、コミュニズムっていうのは常にあるんだから、それをもっと発展させていけば、別資本主義じゃない社会に行けるんだっていうのが、彼の不採論の議論。 だと思うんですけれど、うんでまあ、そういう話は僕結構影響を受けていて、うん、あの要するにマルクスの社会主義革命とかいうとなんとなくこう労働者たちが立ち上がって、うん、でこう国権力を奪取してみたいな、うん、ロシア革命みたいなイメージなんですけど私は今回の本ではそう割と顧問っていう概念を重視して、うん、そういう各人がその必要に応じて受け取り、まあ、能力に応じて与え合うような。 領域シェアしてこう相互扶助していくような領域っていうのをコモンっていうふうに呼んでいてそれをこう拡張していくことにまさに基盤的コミュニズムを拡張していくことであのそうした投下交換からあの逃れるような社会っていうのを育てていくことがまあできるんじゃないかっていうのがまあ一つの希望なわけですね私の。で まあただもちろんそこにはいくつも、こう、障害はあるわけですよね。そういう資本主義的な価値観にどっぷり浸った個人がどういうふうにそういう相互扶助的な、まあこの本の言葉を使えば利他的な関係性っていうものに入っていくことができるのかとか、うんうん、まああるいはそこでこう、むしろ資本主義的な側が抵抗してくるんじゃないかとか、うんうん あるいはまあ気候変動みたいな問題をこう考えるとそうなんかゆったりと <laughs> みんなでそれを育てていこうみたいなことをやってる暇はもはやなくて人間の利他みたいなものとかに頼ってる場合ではもはやなくてです、ねうん、あの割と国家権力とか確かに使ってこうガンガン規制をかけたりですね、うん、そういう愚かな人間たちを <laughs> <こう笑>、はい、規律管理していかなければいけないので、うん、今回のコロナとかロックダウンとかってやっぱそうなんねふらふら放っておいたらみんな外出ちゃうので。うん 罰則を課してしっかりとにかく抑え込むっていうことを、うん、コロナだったらやらなきゃいけないわけですよね。うん、でそれと同じように気候変動だって二酸化炭素減らそうと思ったらそういう形で飛行機禁止とかですね、うん、石炭火力禁止とか、うん、ガソリン車禁止みたいな感じでこう、うん、がガツガツやっていくしか、うんえー、ないんじゃないかとか、まあ、そういう,こういろんな話があ,、うん、あって。 で,で,であと僕自身としてはそういう顧問をやっぱり民主的に統治してこう広げていくっていうビジョンを諦めたくないと思っているし、うん、でまあその時に、まあ、僕もまだそういう時今回この本を読ませていただいただ,いただけなのであのそういうのを発展させていく際にこの利他的な能力能力なんですかねそういうものをこう育てていくべきなのか,か、うんうん、それともこう なんかうん、こうどういうふうな感じでの、うん、今のこの社会においてこの贈与的なものっていうのを作り出していけるのかとかそのあたりはむしろ今日ぜひ教えていただきたいななんていうふうに思いながらやってまいりました。ね、これ非常に面白いポイントですね。斎藤さんがおっしゃってくださったことで非常に大きな道筋が見えたと思うのは我々あの顧問 っていうものを形成しよう。そこにおける総合扶助社会っていうものが非常に重要であるっていうところにおいて一致しているわけですけれども、斉藤さんはそれをかなりですね、国家党力、国家権力なんかを使ったある種の投与やコントロールによって成立させていかないといけないような、もはやそういう危機的な状況である。 というふうにお考えだと思うんですけれども、伊藤さんどうでしょう私たちとしては、このコントロールっていうのがなかなか、あの、いろんな利他の敵であるというふうに言ってきたところがありですね、それよりも相手のものをポテンシャルを引き出すという力をどういうふうにこう見るのかっていうのがポイントになってきたかと思うんですけれども、このあたり方法の問題ですね、古文字の。ここはどういうふうに考えますか いや、すごく難しい大、大事な問題ですよね。なんか私はその斎藤さんが、あの、顧問っておっしゃるときの具体的なこう風景が知りたいというか、その顧問で人々がどういうふうにこう行動してるのかっていうのをすごく知りたくて、なんかその顧問の中で人々が相互不助的に関わるときのこう倫理が立ッなのかなって私は、なんとなく自分の中で整理してるんですね。で あの、そのあたりがどうなのかなって、実はあれなんですよね。私たちのセンターも、えっ、ー、と、ジャーナルを作って、そのジャーナル名がね、あのコ、コモンズっていうタイトルに依存してるんですけど、えー、<laughs> それはなんかね、あの、私たちのセンターとか研究室が、あの、立ってる塔があって、その塔の前、大学のキャンパスの中の空間なんですが、なんかすごくいい、あの、しし芝生の斜面があるんですよで。芝生なんだけど、これ斜面になってて、 で、うちの大学もすごいこう管理主義なので、すごい看板が多い大学なんですね。ここ、駐輪禁止とか、すごい多いんですけど、でもそのし芝生スペースだけがなんかちょっとユ,ユートピアで、あの、あんま管理されてなくて、結構その幼稚園児がその坂があってくくくく下ってたりとか、あと高齢者の方もよく散歩してますし、もちろん学,学生も弁当食べてるし、 まあ最近は人があんま来てないのですごいあの雑草のためのコ,コモンズにそこがなってたりとかまあ戦争中は,は畑になってたりとかまあそういうふうにこういろんな人がそこにた入っては出ていくみたいな中でなんかすごく不思議な空間なんですよね。でなんか私の中でその風景が昔イギリスで見たその本物のコモンズとなんか似てるなってちょっと思ったってことがあって。 で、なんかそういういろんな人が入って、そこでこう生活をし、自分に必要な視点をこう、取っていって、で、しかも取っていくだけじゃなくて、その周りの人のことをもうケアをしているっていうのなんかそういうイメージで、まあ、コモンズっていうタイトルをつけているんですけど、なんか斎藤さんにとってその具体的なコモンズの中の人々のこう暮らしが何なのかっていうことをね、教えていただけたらなと思います。うんうん なんか僕今話聞いて、うん、僕にとっては多分コモンズが器なんだと思うんですよね。うん、いろんな人たちがこう来て、まあ、おののなりのその利用をして、で、まあ、いろんなやり方をこう、受容するキャパシティを持った何かそのものとかサービスっていうのが、まあ、コモンなんですよね。で、例えば、あの、最近よく使う例はバルセロナで今スーパーブロックっていう、 あのー、車が入れないような、こう、エリアっていうのを結構増やしてるんですね。で、なんだろうな、これは。私も今急に、その話になって、ちょっと急に。あ、URL 入れてください、チャットに。ちょっと。あ、これだな。ちょっと今シェアします、画面を、うん。よくね、斎藤さん、バルセロナの今の市長のクラウさんですよね。斎藤<う>さん。斎藤さん、公共サービスの最高営化 ってていいうのをね進めている人なんですけれどもこれがスーパーブロックで,、はい、でこの今までは全部青いところも黄色いところも車が走ってたんですよね。でそれを今どうしてるかっていうとスーパーブロックにこの青い部分をしてで要するにこの青い部分の中には車がまあ入れない、うん、あるいは車が入れても徐行運転しかできないみたいな形にして黄色いところは今まで通り通れるんですけど青いところは入れなくしちゃうんですね。うん でそうすると、まあ、中がこういうふうになって、子どもたちがあの、まあ、バスケットボールみたいなのしたりだとかこう、みんなで遊んだりとかっていうことがまあできる。で、まあ、これ、僕は道路をコモンズにしていくこと、つまり道路って本当は誰のものでもないし、みんなのものなわけですけど、今って明らかに車のものになってるわけですよね。で、それは非常におかしくて、非常に危ないし、大気汚染も深刻だし、まあ、渋滞もあるし、で、子どもたちの遊び場を奪っている。 でよくよく考えたらこういうふうにすればもっと別の形で私たちは外で人々が話し合いをしたりとか、まあ、一緒にお茶を飲んだりとか子どもたちとくつろいだりできるような、まあ、別の可能性っていうのがもっとあるわけですね。でこれをこう僕はこう一つのコモンズっていうふうに呼んでいてで何て言うのかな僕はだからでもその話をするときに今回この本を読んでと思ったのは。 人申請の時も多分どこかでしたんですけど、いや、こういうものをやろうって、それで気候変動対策をしていこうっていうのは、別にそのなんか道徳的な話とか正義の話じゃないんだと。うん、むしろそれはもう自分たちが生き延びるためのことだし、それは同時に資本主義によって貧しく作り出されたまあこの人工的な希少性を取り戻して、別の形で豊かな社会を作っていきつつ、 今までの自分たちの,その先進国の消費主義的な生活を見直すことでグローバルサウスへの責任を果たしていくことにもなるんだみたいな、まあ、そういう話をしたときに、まあ、でも自分たちの豊かになるっていうのをちょっと入れることで僕はちょっとそういう利己的なものにもアピールし,、うん、し,しちゃってるんですよねだからまあ個、うん、別に立派的なっていうよりか僕はコモンズっていうのもそういう意味で言うとあの みんなでそ資本主義良くないからみんなでそうやって貧しい人出てきちゃうからそういう風なのやめてみんなでこうもっと他の人たちのことも考えていつ自分が転落しちゃうかも分かんないしみんなでそういうのやっていこうよみたいな発想からコモンズが出てくるんじゃなくていやもっと俺らでうまく管理資本主義なんかでもできるしそっちの方が自分たちの生活も安定するし豊かになるし。 資本主義を構築しみたいなマインドからそういう実践が出てきてるっていうふうに思うのでだから僕のその議論の組み立てにはあんまりそういうリターとかって話が出てこないんですよねっていう感じかなうんうん、うん。その面白いですねコモンズっていうののこう作り方っていうのも僕ね昔すごい興味があって、まあ、インドの研究やってたのであの えっとね、何、タイトル、僕ね、コルビジェを飼い鳴らすっていう論文を書いたことがあって、それ何かっていうと、インドにね、チャンディーガルっていう街があるんですね。 チャンディーガールっていう街は建築の人だけがよく知ってる街で、これはあの、全面的にコルビジェが都市設計をやって、その都市の中心部分の議場とか、あの、高等裁判所とか全部コルビジェがこうデザインをしたっていう、まあそういう街なんですね。ですから、元々野原だったところいきなりあの、独立後に街にしたっていうところなんですけども、なので、まあ世界遺産的なものとして扱われているんですが、すごい面白いのはコルビジェはめちゃくちゃあの、ゾーニングをしてるんですね。 でゾーニングをして、かつ、ですねあのもう、後の交通渋滞が起きないように、人がこう停滞しないように、結構歩道を大きくしていたりとか、いろんなこう設計をしているんですけれども、当然、インド人はカスタマイズしちゃうんですねで。どうなるかっていうと、この広い歩道っていうのは、明らかに彼らのたまり場になってくるわけです。 で、そうすると、こう、街路樹が植えられていると、その下にチャイ屋さんっていうのがやってきてですね、そこでチャイを売り始めると、そうすると人が周りにこう、勝手に椅子持ってきて座り出してですね、で、まあ、喫茶店になっていくわけですよね、そこが。っていうように、あの、コルビジェが設計した意図とは全く違う形で彼らはカスタマイズして顧問を作っていく。 で、コルビジアはさすが素晴らしいって言ってるんですよね。なんか、あの、それって僕は非常にあの、いい顧問だなというふうに思ったんですけれども、そういう一種のこう、自制的な顧問における再配分っていうのと、もう一つ僕、あの、斉藤さんに一方で僕が共感するのは、かといって、じゃあ国家はいらないかっていうと、やっぱり手段として必要だと思うんですね。リスクの社会化をやるためには、やっぱり税金という形で金を取って、それを配分する力、 っていうものはもう一つ政治として必要で、リスクの社会化っていうのには国家的な配分っていうものと自制的な市民の領域における配分の両方がこう合わさってこうコモンズっていうものが構成されるんじゃないのかなと思ったりするんですが、伊藤さんこのコモンズのイメージ、あるいは国家っていう問題ね。まあ、我々であんまり国家論ってあんまりしてないんですけれども、そのあたりめぐって何かお考えになったことってありますか えっと、そうですね。やっぱり、器って言った時に何かス、スペースを作るっていう、あの、いう風に、我々は話してて、うん、そういう意味ではさっきのバ、バルセルナの話って、ま、まさにね、スペースを作って、その領域を区切る中に、何か入ってくるっていうイメージと同じ感じで、なんかとても興味深いなと思いました。だからそうですね、なんかおっしゃるように、スペースを開ける、作るっていう、 ある種の介入というか、なんかやっぱそういうものは必要だし、あの、それがないっていうのは、うん、多分なんか難しいんじゃないかなっていう気はするんですよね。で、あの、ちょっと話、あ、一点ちょっと伺いたいのは、さっきのそのチャンディガルみたいな話も、斎藤さんのご本に出てくる、えっ、ー、と、使用価値っていうこと、 の中に含まれるのかどうかっていうのがすごく気になっていて、なんか私ちょっと使用価値の具体的な内実があんましちょっとわかってなくて、あの、うまく捉えられてるかわからないんですけど、例えば、えっと、水だったら、その、えっと、ミナルウォーターみたいな感じでパッケージ化して、あの、パッケージに凝るみたいなことが、その人為的に作られた価値ですよね。で、その、 おおお水の使用価値って言った時にそのお水がめちゃくちゃ美味しいみたいな話なのか何にその人が生きていく上で必要な水分を補給するみたいなことなのかなんかそのあたりの幅がすごくあの気になったんですよね。そうですね水の本当の使用まあ本当のって言ったらちょっと語弊がありますけど水のまあマルクスが想定している使用価値っていうのはあの喉の渇きを ウルオスとか、えー、植物を育てるとかそういうこうところが資本主義のもとではそれにこうアルプスの水みたいなこう付加価値をつけていくことで、うんうん、なんかこの水はちょっと他の水とは違う特別な水なんじゃないか でもそういうのは、でも最適な、わざとこう、異を作り出すことで生まれてきた、まあ、付加価値にすぎないので、僕はそれは、あの、資本主義にとっては非常に必要なんだけれども、本来は、あの、あってもなくても、構わないようなもの、むしろそれが自然を破壊してるんじゃないのかっていう気がしてす、ね、これはあの別の例だと、よく、ロレックスとカシオみたいな。 示すっていう使用価値は同じなんだけれどもやっぱりそこにこうブランドの力っていうのがまあ入っていくことでやっぱりそれはみんな持ってないものを持ってるっていう,こうある種の、まあ、ステータス財、地位財ですよね。それはそれやっぱり資本主義にかなり特,殊特徴的なあのシステムなんじゃないかでそれをちょっとやめ,、まあ、やめるあれ減らしてもう一回その使用価値ベースにしていかないと。 地球環境を持たないし、私たちそういう無限の再開に振り回され、まあ、記号の消費ですよね。よく言うのは。ブランドとかの。そういうのあんまりやりすぎるとしんどいでしょっていう。まあ、そんな話です。 うん、今のところやっぱりこうもう一つ議論しておかないといけないのは環境という問題ですよねでこれもあの、まあ、コロナで前にも私斎藤さんともお話ししたし伊藤さんとはよくお話しすることなんですけどもやっぱりコロナの問題っていうのは人間の明らかにこう自然環境に対するアグレッシブな態度。 っていうのが、こう、引き起こしているっていうことが、まあ、見れるわけですね。やっぱり人間が、こう、もともと野生動物のところにいたウイルスに接近しすぎた。あるいは、野生動物の多様性っていうのが減ってきた。で、それは、あの、人間がどん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 と、まあ、特にアグリビジネスが大きいと思いますけれども、えー、そういう形で森林伐採をしてきた。で、そのことで、まあ、人間と野生動物の接点っていうのが生まれてきているっていうのが、まあ、ウイルスの引っ越し問題。 として、私たちが新たなビーグルとしてですね、ウイルスに見出されたっていう、そういう問題なんだろうと思うんですね。で、これをやっぱり、あの、止めていくために、つまり僕はいつもなんでこんなにみんな、あの、コロナが終わったら終わるって思ってるんだろうっていつも思うんですね。コロナが終わって、じゃあ、まず、あの、早く元に戻りたいっていうのが、まずちょっとよくわかんないんですね。僕、元だった世界の方が問題だと思っているので、元に戻ったら、ああ、よかったっていうにはならないと思うし、 元にも多分戻らないですよね。だってコロナが終わったって別のウイルスがまたやってくるような、そういうような外然性は十分あるわけです。そうするとやっぱりかなり根本的なところに私たちは目を向けていかないといけない。それはやっぱり地球とか環境っていうもの,だものと私たちの関係性をもう一回捉え直さないといけないっていう問題が ここにあってですね、それが僕、あの、惑星レベルで地球をケアしないといけないというふうにおっしゃっている斎藤さんの観点と、私たちが考えている人間と自然の関係っていう問題と、こう、共通するところなのかなと思うんですけれども、伊藤さん、この辺、どういうふうに自然と私たち、そこに働く利他っていう問題って、どういうふうにお考えですかあそうですね、あの、ちょっとコメントしつつ、またお二人にちょっと質問を返したような感じで申し訳ないんですけど、はい なんかあの、えっ、ー、と、自然ってことを考えたときに、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね。その、一つその時間の問題っていうのはすごく関心を持ったんですね。斉藤さんのご本を読んでも思ったし、中島さんもよく問題にされていることだと思うんですけれども、まあ、人間的な時間のスケールと自然が持っている時間のスケールって全然違っていてで、そこ、そこのまずギャップがあるわけですよね。 で、あの、さっき中島さんがそのコロナ以降の話をされたけど、じゃあそういうスケールが違う時間が出会ってるる時に、あの、治るって何なんだろうみたいなこともすごく気になるんですよね。ど、な何をもって治ったと考えるのか。で、あの、なんでしょう。 病気とか障害の研究をしているとすごくな治ったポイントがどこかって問題になって、例えばその、現聴を持っている人が、現聴がなくなったら元気になるかって全然そんなことなくて、現聴なくなったら逆にその自分のな仲間が減っちゃって元気がなくなったりとかするわけですよね。で、 そこにあるのは、その、けえっとケ,ケアっていう問題。あの、斉藤様論じてらっしゃるケアの問題。私も扱ってる問題ですけど、ケアと、えっとキ、キュー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 キュキュキューっていう問題。ケアとキュアの違いっていうのがあると思ってて、やっぱキュアって基本的に現状復帰を。 あの、目的としていて、なおかつ、すごくその特定のその病気の場所を治すっていう発想なんですよね。でも、ケアって終わりがなくて、外部がないっていうのはケアなので、えー、っと、こちらに何か介入すると、全然違うところに影響が出,出る、みたいなことを永遠に続けていくから、自分がこうや、やることの、 あの、結果がわからないし、えー、やることの価値もわからない。わからない中、終わりがない中ですべてが関連し,してくるっていう声がケアだと思うんですよね。だから全然その二つが違う時間をこう想定していて、えっ、ー、と、なんかその私たちが自然とうまく向き合う上でいい時間、 時間感覚みたいのを獲得しなきゃいけないじゃないか。それがなんかその脱成長っていう話とか、さっきの負債を返す、返さないっていう話とか、あと中島さんがずっと考えていらっしゃる、その、えっと、亡くなった方との利利他的な関係っていう問題とも、なんか繋がってくるんじゃないかなと思っていて、なんかその時間っていう問題をちょっと伺いたいんですよね。ぜひ斉藤さん。はい、そのあたり。はい。 そうですね僕はやっぱり脱成長ってで必要かって思うと自然の問題を考えようとすると今の人類の活動っていうのはどう考えても加速しすぎちゃってるっていうことですよね。やっぱりそうするとあのいくら技術を使って,って技術を使うって技術って基本的に加速しかできない効率化はできるんだけれどもスローダウンさせる技術っていうのはもちろん、うん 理論的には可能ですけれどそれをの作りましたって言っても多分見向きもこの社会ではされなくなってしまっていてで,でもそれやって効率化だけを進めていくことでますますその危機や見かけ上は一瞬解決されるけれども最終的にはもっと深い形であのやってきてしまうんじゃないかだから僕は気候変動問題何が一番危ないと思ってるかって二酸化炭素を減らすためには効率化すればいいんでしょってなんか燃やしたりしても。うん 出なきゃいいんでしょって出なかったらもっともっと使っていいじゃんっていう風にでもなってくわけですよね。今まで出なかったものが4分の1になったんだったらちょっと多く作ったっていいじゃないかみたいな話になっていくと結局は、まあ、二酸化炭素は少し出なくなってもまた別の形で資源が浪費されていったりだとかあの結局思ってたほどには二酸化炭素が減らなかったりだとか、まあ、いろんな問題が出てくると思うんですけれどだからそういう意味で。 やっぱりどこかでスローダウンをしなきゃいけない。で、スローダウンをすることで初めて、あの、自然であるとか、まあ、これ他者に対してもそうだと思うんですけど、他者であるとか、自然であるとか、あの、そうした他者に対して、こう、向き合ったり、その上でケアをしたりっていうことの、まあ、余裕みたいなものが生まれてくるし、今の逆にこの社会では抑圧されているような、 次元っていうのが。たくさんあるんじゃないかってことですよね。で、それをこう。僕が回復させるためのまあ、手段として脱成長っていうのをまあ考えたいし、今考えようとしている、うん、まあそういうイメージですかね。